ジャンボアフリカやっていきましょうか。で、今回は何だっけ、ライオンのクイッターカメだっけを回収するということで、キワンジャヘゲン行ってライオンを探しますか。いるのかな、前見つからなかったもんね。まあ、とりあえず行ってみようか。受信機があるのか。受信機を見ながら、ライオンを探せられるのかな。その受信機でどこにいるか分かるのか、ライオンが。なるほど。それはありがたいね。最初からそれを送ってきてほしかったな。さあ、キワンジャヘゲンだね、多分。キワンジャヘゲン向かいますか。いや、ジェームス。ジャンボーマさん。はい、そうですね。じゃあ、キワンジャヘゲン行きましょう。レッツゴー。お、受信機なんの見ながら、メスダイを刺しましょう。スピード出しすぎると電波しにくいので、気をつけてね。これか。いないんだよね、多分このエリアには。反応がない。じゃあ、とりあえず、キワンジャヘゲン行ってみますか。お、レーダー反応してるね。ちょっと行ってみるか。なんか喋ってる。Google の、Google が反応してる。よし。どう見ればいいんだ、こっち？どう見ればいいの、この受信機は。反応してこないライオンが出たかも。なるほど。この家にクイッターカメつけたライオンがいるはず。スピード出すとダメなんだっけ？クイッターカメで受信機反応してるから、どっかにいるんだろうね。とりあえず、シンバコピー行ってみるか。あそこ大体ライオンいるからね。受け止まるか。あ、反応するね。そっか、動いてるとダメなんだ。時々止まってみる必要があるの？あ、反応でかいよ。どっかにいる？動物いっぱいいんな。あ、そう、なんか車の右になんかついてるね、機械が。あれ受信機なのかな、これ。この横に長いやつ。さあ、シンバコピーに着きましたが、ライオンさんいるかな？あそこにいるのライオンか？奥にいるの。すごい反応してる受信機。そこは？あ、すごい反応してる。あ、いるな。いるけど、受信機つけてる子いる？行ってみるか。あ、おい、車が降りたらダメなのか。受信機つけた子いないな。どうやって近づけばいいの、ライオンに。しゃがんで。どう行けばいいの？やばい。そっちか。逃げろ。どうやって近づけばいいんだ、これ。こちら、あ、やばい。難しいぞ、これ。どこにいるんだ？こっちにいる子は？自信つけてないな。いなくない？やばい。逃げて。どこにいる？地震気つけてないよね、クイッターカメ。いや、ここじゃないのかな。
あ、やばい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 。いや、難しいぞ、これ。逃げ逃げろ。逃げ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 ろ。逃げ逃げろ。逃げて。古代音がいるな。どこにいるんだ？いる？他に。ナヨナカちゃんかわいいな。ナヨナカちゃんかわいい。いっちゃった。やばい、難しいぞこれ。逃げ逃げろ。いなくない？どうやって回収するの？大地ここじゃないのかな。やばい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 。近い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 。逃げて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 。難しいなこれ。うわー難しい。一回クマ戻るか。クマどこ？あそこの群れじゃないのかな。ライオン、反応がすごいんだよね。いないよね。でもクリッターカムつけてるの。反応すごいしてるけど、ここじゃないのか。お、イベントか。あ、いたー。やっと見つけた。結構ボロボロだな。やっと見つけた。どこ？アメスタイン間違いなさそうね。メスダイオンに込む駅はクイッタコムを解除できるようになるわ。解除できるようになってきた丸ボタンよ。慎重にね。わかりました。どこ？あれか。やっと見つけた。しゃがんでった方がいいのかな、これ。いるね。後ろから行く？あ、これか。解除する。解除する。あ、外した？あ、気持ちよさそう。外したね。解除成功ね。クイッタコム解除しましょう。あ、逃げてった。いる？いるっつうか。あったあった。あるある。クイッターカム。よーし。だいぶアイテムが埋まってきたな。動物に取り付けて自動撮影するクイッターカムプロジェクト専用カメラ。やったわ。あとはクイッターカム送るだけね。よーし。じゃあ帰るか。ありがとうね。やっと見つけた。そうか、イベントが入るのか。ずっとあの、群れのライオン探してたわ。メロダイオンの中を。よかったー。無事クイッタカも貸してきたね。早く何とかしてあげましょう。送ってるぜー。あ、そう、調和教育とかも言っとけばよかったかな。まあ、いっか。これクイッタカムの回収ね。送ろう。ゴー！やったぜ、クリア。10万。いいね。じゃあ次は、仙山港行きますか。夜行性だからね、夜しか見かけないかもしれないけど、とにかく面白い形の生き物なのよ。これ多分、ナイトサファリでしょ。行きますか。次は仙山港の探索依頼ね。仙山港は夜行性の動物よ。外もすっかり暗くなったわ。そろそろナイトサファリで行きましょう。あ、ちょうどよかったね、じゃあ。行きますか。どこにいるの？ルマソーにいるのかな。よし。いやー久しぶりだね、ナイトサハリ。まだ1回しか行ってないからね。山嵐を取りに。仙山港か。見たことないな、生で。見てみたいな。かっこいいよね、仙山港。多分この後発見できると思うから分かると思うけど、鎧みたいの着てんだよね。今回のターゲットは仙山港よ。でも本当にこんな広い平原に見つけられるのかしら。あ、今日
安定平原なんだ。じゃあ TA コピー、今どこ、あ、新馬コピーがスタートだね。わかりました。コピーにいんのかな。うわー、夜の基本地域ここまで来たのか。へえ。暗いな。よく基本地域まで来たね、夜に。停止もできるのか。コピーの間とかいそうだな。あ、はい。一回止まって。探すか。ここが、ニャティエコピエね。コピエの方にいるのかな？あ、ごめん。ごめんね。ごめんなさい。こっちの方はいないな。いないよね。俺の見落としてたかもしれないけど。怖いな、車から離れんの。車どこだろう。車あった。ちょっとこっちで遠くの方行けねえな。反対側見たいのに、岩の。コピエの。ちょっと行くか。発進。探してみるか。いるかな、いたら教えてくれるかな、あんな。あ、いちゃった、あ、いちゃった、まあまあ、まあ、いいか。次は展望コピーへ。はい。展望コピーか。ナイツワイってドラマ草原だけじゃないんだね。なんか怖いけど、BGM 不気味だし不穏だけど、ちょっと楽しいね。いる？一回置いてみるか。こういうとこにそうだな。降ります。いる？いないか。一緒見てみるか。鳴き声すんな、なんか。なんだ、なんか物としてるよ今。思い出した、あ、これは、あ、これじゃない、え、これじゃない、違う、これじゃないですか。せん、て、なんだっけ、仙山湖。取るか。これっぽいな。どっちが正面だ、丸まってんのか、これで。あ、かわいい。丸まってていいのかな。少し待った方がいいかな、丸まるの。普通の状態に戻ってから。動いてるね。これだけ見たらちょっと気持ち悪いけど、これでいいのかな、これだよね、仙山湖。こっちやったらどうしよう。これだよね、思ったよりちっちゃいな。もっとでっかいのかと思ったけど、これまあいいか、取っとこう。これでいいのかな。まあダメだったらまた来ればいいか。場所は分かった。店舗コピーだね。発信。これもう、無駄じゃねえや。ベースキャンプ戻ってもいいけど、一応アンナに任せてみるか、運転。うん。いたね。仙山湖。他のやつらでしか会えない動物いるかもしれないから。見てみるか。
動物全然いないな。ライオンもいないし、パドルコピーが見えてきたわ。パドルコピーどこ？あれ、あの光何なんだろう。あれか、パドルコピー、こういうとこでもいるのかな。あ、いそう。実家出てるか。戸惑い。いそうだな。いないか。仙山湖は取ったもんな。あんま得意って怒られるか。ダメだな。じゃあ乗るか。はい。はい、発進。これがやめなかったら延々と続くのかな、このナースハリー。マサイ族とかいいのかな、まだ。さすがにないか。ちょっとお茶飲みます。あのシンバコピーの戻ってんな。動物いないな、ほんと。夜の動物見たいんだけどな、寝てる姿とか。あ、シマウマがいる。新木瓶か、水回し用でも誘導しそうね。いる？ゆっくり止まって、止まって。いるかな、なんか面白いの。あ、いっぱいいるじゃん、島々とか。今新しい動物はいないけど、ちょっとか、この辺。新しい動物いないか。車は、そこね。一周したし、シンバコピーへ来たってことは。発進。どこ行くんだろう。これもう帰っていいのかな。ランナーなんか進めたかったよね。この暗闇で浅間の仙山湖戦闘へ行かした。一応取りはしたけど、これもう帰っていいのかな。帰っていいのかな、わかんない。仙山湖らしきものは取ったんだよね。だからあれでいいのか悪いのか。次はローバナーで注意コピーね。注意コピーや。これ仙山湖取ったかも。帰っていいのかな。帰っていい気がしてきたな。アンナは行きたいみたいだけど。で、新しい動物いないもん。帰れる？帰っていい？また来よう。なんか用があるなら。ごめんね、アンナ。せっかくの夏祭楽しんでようだけど、俺は帰るわ、先に。あ、もう明日なんだ。仙山湖、あ、よし、じゃあこれで写真撮り込みます。みんなも来てんね。これ送るか。これでいいのかな。送ってみよう。ドン。あー、クリア、よかったー。あー、評価やっぱ低いな。それでもない？絵もらったな。まだ待ってるけど、いいんだ。ありがとうございます。じゃあ、これも送っとこう。
はい。よし。アングルが悪いね、やっぱ。サワンナ戦残光とな。バブーンの安全確保を求め、マリュレッション。いやあ、馬くん、小宮さんなんだが、君は RC カメで特殊カメラを持ってそうだね。ちょっと頼まれてくれないか？バブーンは知ってたろう。湿地帯に住むバブーンの調査を行っているのが、RC カメで作った彼はどんなのを見せるのか、興味あるんじゃないか？エルゴン大学准教授、マリュレッション。マリュレッションさんの好き久しぶりっすね、なんか。一回寝ていい？重要な依頼来てるかもしれないからね。その、今の、潜山校やって。これどうだ？寝てばっかだけど、ごめんね。これで、来てるね、依頼。キューボ、ドキュメンタリーのイメージカット、ワールドライフ TV。我が社は今、全世界に配信するドキュメンタリー、アフリカを作成してます。これじゃん。サバンナシマウエは、オグロヌの胸が失踪姿を宣伝写真として大々的に作ったんですが、ぜひ馬さんにお願いしたいです。今回のドキュメンタリーは、動物写真コーナーで、宣伝写真のテーマも、目の中から見た動物です。よろしくです。ワールドライフ TV、ビン・ワトソン。ワトソンくん。失踪姿は群れか。わかった。よし。失踪している動物の写真か。まずはシマウマの目を刺しましょうか。群れが見つかったら運転を変えましょう。馬さんお願いね。わかりました。よし。というわけで今回は一旦この辺で終わりたいと思います。今回も結構依頼2つこなしたんで、済みましたね。あ、ドグレブリマンだよね、このゲーム。でもまだまだ遊べそうなんで、どんどん遊んでいきたいと思います。この辺もやりたいですね、ついでに。じゃあ、お疲れ様でした。また次回もよろしくお願いします。では、ありがとうございました。バイバイ、またねー。